最近のお気に入りのスキンケアと、あとはなんかマインドの部分をね、話していけたらいいなと思っています。いい女の匂いがするというか皆さんこんにちは、伊藤千秋です。前回ですね、私の美容法を皆さんに紹介したんですけれども、今日は、後半戦ということで、最近のお気に入りのスキンケアと、あとはなんかマインドの部分をね、話していけたらいいなと思っています。なんかこう美容として最近ちょっとお気に入りですよっていうアイテムを揃えてみました。まずは、これからいこうかな。じゃらん、ドルマイシン軟膏。ドルマイシン軟膏、発音っていうのかな、ドルマイシン。これは、20代の時にあのヘアメイクさんに使ってもらった時が知ったきっかけで、何にいいかっていうと、これめちゃめちゃニキビにいいんですよ。あのね、よくね、あのちゃきちゃんでニキビできないじゃないですかってあの言われるんですけど、確かに私は肌は強い方です。そんなにニキビもあのできないタイプだし、でもだからできた時すっごい騒ぐんですよ。でもあのそんな時にあの出会わせてくれたね、メイクさんが出会わせてくれたのがこのドルマイシン軟膏で、これをまあちょんちょんってつけておくことで結構早めに治っちゃいますよね。しかもメイクさん、メイクの上からもちょんちょんってつけてくれてたから、多分なんかメイクの上からもつけられるんじゃないですかね。続いて、このマーク見てわかるかな、ウカの、ウカボディ&フットバームのハッピーワークっていうタイトルの、ボディーバームですね。なんて言うんだろう、あのね、オーなんですよオーな香りなんですよ。あのね、なんて伝えればいいんだろう、なんだろうね、なんかね、スーッとする匂いが入ってるんですよね。これ何がスーッとするんだろう、湿布みたいな匂いがするんですよ。そうだから、あの足とかこれでマッサージするともうむくみも取れるし、すっごいスッキリ。あとはこのデコルテの部分とかすごい凝るじゃないですか、あの携帯とかパソコン仕事してる人とか、もうこれでこの辺なんかマッサージしたらもうあのクワーってなりますよ。でも開けるとき気をつけてくださいね、うわーってなるんで。はい最後にこちら、じゃらん、シンクの、セラムウォッシュです。これね、もう最近一番のお気に入りなんですけど、まあ、知ったのも最近なんですけどね、まあ、私のヘアメイクをやって、くださっている岡田泉さんっていう方が、ディレクションしている、スキンケアブランドで、でも朝さ、その泡でその洗顔するのとかもいろいろなんかこうちょっと油分、肌の油分が落ちすぎちゃうんだよねっていう話も聞くし、かといってじゃあちょっとぬるま湯とかであの洗うだけだと汚れが落ちないよねみたいな、なんかこの二通り聞くんですよ、よく話を。だからまあどういうところがじゃあバランスがいいんだろうと思って出会ったのがこのシンクーさんで、洗顔っていうよりかなんだろう、ちょっと出してみる、このね、なんかね、トロトロなんだよね。わかるかな、わかります、ジェルよりかもっと柔らかくて、もうほんとね、トロットロなの、トロットロのこのぬるぬる成分だけで、まあ肌の角質とかちょっと汚れをこう朝から落とすっていう、とっても優しい洗顔っていうのが正しいかな。はい、以上この3点がスキンケア部門でした。ですね、まずは、まあ、香り物ということで、このユリのこれはオートリプルって名前ですね、ヘリオトロープデュベル、難しい名前ですね、覚えられないですね高いですよね。でも私、高いものを大事って思ってるのは、これを持ってる自分への満足感。これを買った時も、まあ、これ水香水なんですよね、まあ、こういい女の匂いがするというか、だからこう自分の女度を高めたいみたいな時にこうシュ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 って振るんですよ。でもそれを振ったことによって、よし、なんか今日はちょっと女スイッチを入れて、女スイッチって別に口説くとかじゃないですよ、なんだろうな、なんかこうなんだろうね、こう自分の理想の女性の香りが、自分の女性の香りがするんですよ、これはね、私の。だからこういった女性でありたいなっていうマインドを持って朝から出かけていくことって大事だと思うので、そういった時にこうシュッシュッシュッって一振りして気持ちを上げて仕事に行くようにしています。
続いて、こちらはまあ、日記なんですけど、またね、私これ日記つけるのが本当に苦手で続かないんですよ。でもまあ続かなくても、まあ、気づいた時に書けたらいいなっていうテンションではやってるんですが、気持ちをこう前向きにさせるのに日記ってすごく大事だと思ってて、やっぱりね3年、まあ、1年2年3年とか前のものを見てると、やっぱその時より自分って成長してるんですよね。こうやって日記とかに残すことによって、その自分がこう成長してるって、こう自分を肯定してあげられるっていう風に思うことって私とっても大事だと思うので、まあ、見返すために今書くって感じですね。そうすることによって、未来の自分がこう前向きなマインドになっていけるので、まあズボラな私でも、たまにつけるようにしているので、ぜひ皆さんね、日記とかをねつけて楽しんでみてください。これとか結構ね、ズボラな私にはとてもいいんですよ。何がいいかというと、これ Q&A って書いてあるでしょ。だから質問してくれてんですよ。よくないですかこれ。1月の1日かな、見つけてんのかな。あなたの目標は何ですか。人生を楽しむみたいなみたいな、何書けばいいかさ、わかんないじゃん日記って。まあでもいっぱい下に書くところあるから、まあ、人生を楽しむってこれには書いてあるけど、その下にどうして楽しむのとか自分で書いてもいいと思います。人は変われると思いますか。人によっては変われると思いますって書いてある人によっては変われると思う。まあ こんな感じでも、これだけでも、あ、自分この年のこれこういう風に思ってたんだみたいなことがいっぱい、いろんな質問これしてくれてるので、意外と面白い、なかなかない日記だと思います。なのでぜひ皆さん日記ねつけてね、自分をね見返してみてください。皆さんいかがでしたか。今日はですね、私のちょっとスキンケアのお気に入りのものと、あとは心を支えるものを紹介していきました。この間 の前半で紹介した、温活グッズとか、まあ、あと体の中に入れるものとか、そういったものも紹介させていただいたんですけれども、皆さんのお気に入りはありましたか。ぜひ皆さん、いろんな、ね、こういうアイテムが良かったっていうのがあれば、コメントを書いてくださると嬉しいです。そして、高評価とまたチャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバイ。